プロデューサーズ、プロデューサーズ、現代、ザ・プロデューサーズは2005年に公開されたアメリカ合衆国のミュージカルコメディ映画。メルブルックスが監督を務めた同名映画を原作とした同名ミュージカの映画化作品。ミュージカル版の演出を担当したスーザン・ストローマンが監督を務め、ネイサン・レイン、マシューブ・ブロデリック、ゲイリー・ビーチ、ロジャー・バートが ミュージカル版から引き続き出演している。2005年12月16日に限定公開された。あと25日から全米公開された。制作費は4、500万ドルかけられたものの、工業収入は3、800万ドルに止まり、工業的には失敗している。ブロードウェイプロデューサーのマックス・ビアリストックは、かつてはブロードウェイの王様と呼ばれた大物だったが、 現在は、新作が国標の嵐で上演初日に打ち切りになるまでに落ちぶてしまっていた。ある日、マックスの事務所会計士のレオブルームが帳簿の確認に訪れる。レオは失敗作の帳簿の金額の帳尻を合わせるようにマックスに依頼され、レオは失敗作の方が内国再入場のチェックが甘く、ヒット作よりも帳簿の改ざんが容易なことに気づく。それを聞いたマックスは、 史上最低のミュージカルを作り出資金を騙し取ろうと考え、プロデューサーに憧れるレオを悪事に誘うが、視野を新社のレオは誘いを拒否して会計事務所に帰ってしまう。しかし、自分の夢を実現したいという欲求に駆られたレオは、上司のマークスに辞表を突き出して、マックスの元に戻ってくる。二人は史上最低の脚本を探し回り、という本を発見する。 二人は上演権を取得するためナチスカブレの作者、フランツ・リープ・キンの元を訪れ権利を取得し、続けてゲイの演出家、ロジャー・デ・ブリーの元を訪れて契約を結ぶ。最低の脚本と演出家を確保した二人が事務所に戻ると、美人だがスウェーデン語なまりのひどい女優、ウーラが自分を売り込みに訪れ、ウーラの美貌に見とれたマックスは出演を約束し、さらに、 彼女を必所兼電話番として事務所に雇うことに決める。マックスは自分のパトロンになっている街中の高齢女性のもとを駆けずり回って20万ドルの出資金を集め、その間にレオと裏ラは親密な関係に発展する。マックスたちはヒトラー役のオーディションを開催するが参加者の軟弱な歌い方に激怒したフランツが手本をミセルタに歌い出し、 それを見たマックスは彼をヒトラー役に指名する。春の日のヒトラーの上演初日を迎えた、マックスたちは劇場に集まるが、ヒトラー役のフランツが足を骨折して出演できなくなってしまう。マックスは上演中止を避けるためルジャーを代役に指名し、彼はパートナーのカルメンに説得されて出演を決める。ミュージカルが開始されると、観客はヒトラーを賛美する内容に激怒して、 帰ろうするが、ロジャー演じる、ゲイのヒトラーが現れると状況が一変し、ヒトラー批判の風刺と勘違いされてミュージカルは大ヒットする。計画が失敗したマックスとレオは仲間割れをはじめ、祝福に来たロジャーとカルメを巻き込んで喧嘩を起こし、さらに、ヒトラーを侮辱されたことに激怒したフランツが拳銃を発砲したため警察が出する騒ぎに発展する。フランツは警察に逮捕され、 ウラ帳簿が見つかった、マックスも連行されてしまう。一人残ったレオも自首しようとするが、事情を知ったウーラに説得され、彼女と共に200万ドルを持ち逃げして、リオデジャネイロに逃亡する。マックスは裁判に出廷し、そこで弁護のために駆けつけたレオとウーラに再会する。レオは自分の夢を叶えてくれたマックスに感謝を伝え、それを見た判事は、 二人の友情は壊せないとして二人、新神刑務所での懲役五年の刑を言い渡す。二人は先に収監されていたフランツと合流して、囚人たちと共に新作ミュージカルの制作に取り掛かり、囚人たちの構成に貢献したとして三人は、御社より釈放される。三人は、ロジャーやウーラと共に新作、愛の囚人をブロードウェイで上演し、マックスとレオは、 ブロードウェイの名プロデューサーとして帰り咲く。ロッテンタメイトスには153件のレビューが寄せられ、支持率50%、平均評価5.7、10となっており、豊富な素材があるにもかかわらず、プロデューサーズは、大スクリーンの映画館よりも古臭い劇場、似合うように感じると批評されている。メタクレティックには36件のレビューが寄せられ、52、100の評価となっており、では、 B 評価となっている。ノベティ・ジョータッカーは、俗悪なミュージカルナンバーが、映画の大部分の笑いを引き起こします。最後に、私のような昔のミュージカルファンが応援できるような、ミュージカルの宝を作り上げた、スーザン・ストローマンに祝福を申し上げますと、批評している。レイサン・ラビンは、ラフなスタートと長すぎるエンディングの間で、ブロードウェイミュージカルとパロディの両方への賛美を、 兼ね備えた素晴らしいエンターテインメントの時間があります。ブルックスがテイストと妥当性について戦いを宣言してから37年、プロデューサーズは衝撃や怒りの力を失ったものの楽しませる能力は今も残っていますと批評した。ロジャー・イーバートは1967年のオリジナル版に慣れ親しんでいるため批評すること難しいと述べたが映画は楽しいとして3。 4の星を与え、新しい映画が成功したことを、私は知っています。どの程度成功したかについては、確かなことはわかりませんと批評している。否定的なレビューの大半は、映画が映画館ではなく、劇場を意識した撮影がされているという点を、批判している。は、プロデューサーズは、本質的に、舞台劇の映画版で、キャラクターの表現やセリフの読み取りのすべてが映画用に、 スケールダウンされていません。すべてのジェスチャーは俳優が20フィート先にいるかのように演技されており、俳優が大画面で拡大されると実際にあなたの膝に座っていることを意味します。その効果はまるで特殊なメガネを使わずに3 d ックスを見るようなものですと批判している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。